法務局からのお知らせです。あなたが亡くなった場合、残された家族には相続が発生します。あなたの財産を誰にどれだけ相続させるのかを決めておくことが大切です。残された家族が相続で困らないために、きちんと遺言書を作成しておくことで、相続をめぐるトラブルを回避することができます。この大切な遺言書を守るため、令和2年7月から法務局で遺言書を保管する新たな制度が始まりました。それが実質証書遺言書保管制度です。遺言書には公証役場で作成・保管する公正証書遺言と、遺言者自身で作成・保管する実質証書遺言、2種類があります。財産の価格に応じた手数料がかかる公正証書遺言に対し、実質証書遺言は費用がかかりませんが、一方で紛失や改ざんなどの問題点が指摘されています。法務局による実質証書遺言書保管制度は、その問題点を解決してくれる制度です。遺言者が作った遺言書は、これまで自宅など身の回りで保管するしかありませんでした。しかし、この制度を利用すれば、自分で書いた遺言書を法務局に預けることから、紛失や第三者による改ざんを防ぐことができます。法務局では、預かった遺言書の原本とデータを長期間適正に管理します。保管申請をした場合、家族の誰かにそのことを伝えておくと、遺言書に基づいた相続の手続きがスムーズに行われます。遺言者が亡くなり、相続が開始した後は、相続人は法務局が保管する遺言書の証明書の交付や遺言書の閲覧ができます。また、相続人の一人が証明書の交付または閲覧をした場合には、その他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます。一部の相続人だけで相続手続きが行われることはありません。つまり、実質証書遺言書保管制度を利用することで、遺言者の思いが確実に実現され、かつ相続手続きがスムーズになることが期待されます。またこの制度では、あらかじめ法務局が遺言書を確認しているため、これまで必要とされていた家庭裁判所に相続人全員が集まって行う兼任は必要ありません。では法務局における制度を利用するにはどうしたらよいのでしょうか。具体的な手続きについて見ていきましょう。まず、遺言者本人が遺言書を作成し、保管する法務局を決めます。保管申請ができるのは、ご覧のいずれかを管轄する法務局です。次に、申請書を作成します。保管申請の際には、顔写真のある公的証明書や住民票が必要です。また、手数料は遺言書1通につき3900円です。申請書の用意ができたら、法務局ホームページまたは電話で申請する法務局に保管の予約をします。手続きには必ず遺言者本人が法務局へお越しください。予約日に法務局に行って、手続き完了後、保管証が渡されます。また遺言者は、いつでも預けた遺言書の閲覧や保管の申請を撤回することができますが、遺言者の相続人は、遺言者が亡くなる前は遺言書の閲覧などはできません。遺言書を法務局で保管していることについて、ご家族の方に伝えるかどうかは遺言者の判断となります。しかし、遺言書による相続手続きを確実に行うためには、保管手続き完了時に交付された保管証を家族の誰かに渡しておくことをお勧めします。自分の財産を家族へ確実に託す方法の一つとして、実質証書遺言を作る際は、ぜひ法務局の保管制度をご活用ください。制度に関するお問い合わせは、法務局ホームページまたは富山地方法務局までお願いします。